こんにちは。エクストラはあと何日分あるんでしょうか？というわけで、実況は私ゆっくり霊夢。解説はゆっくりマリサでお届けしますだぜ。おや？映像の方では、早速何かが起きているようです。これは、デイキューの時点の第三世代ですね。ああ、上部の CREDJ3 の部分にベータが書き加えられている？まあ、デイキューの概要欄にも書いてあったように、あの時点の CPU はまだベータ版でしたからね。作った本人ですら、ベータ版かどうかの判断は難しいようで、わかりやすくするために黄色のコンクリでベータを書き加えたんだと思います。なるほど、ところで、映像の方では新たにまた CPU がコピーされたみたいですね。ああ、これは、制御回路をもう一度作り直すことにしたそうで、その際に、参考にするためにすでにある失敗作を隣に残しておくといった感じらしいです。なぜ作り直すことにしたのでしょう？エクストラ1で制作していた制御回路では、スペース内に回路を収めるのが難しかったようで、それで作り直すことにしたみたいです。なるほど、それで制御回路だけくり抜いているんですね。かっこ確かこの光景エクストラ1でも見たような。歴史は繰り返される、ってことですかね。そういえば、エクストラは新機能の追加が目的だったはずですが、制御回路用に確保できるスペースは全世代から減少したようですが、そもそもそんな状況で新機能の実装なんて可能なんでしょうか。私には、何度やり直しても同じ結果になってしまうと思うのですが。まあ、水騎士的には慣れなのか何なのかはわかりませんが、何度もやり直すと、自然と上達。というか、いいものが出来上がることがあるそうです。へえ。話を映像の方に戻しますが、どうやらまた PC を作り始めたみたいですね。そのようですね。制御回路をまた新たに作り直すのに合わせて、PC も作り直すようですね。現時点でもかなり小型だったはずですが、さらに小型化を突き詰めるんですか？いえ、主な理由としては、小型化もそうですが、それよりも今回の CPU に合った PC が欲しいからみたいです。PC が単体で最小だったとしても、実際に CPU に搭載される時には配線のスペースや、信号の入力位置などの、いろんな要素が絡んでくるので、そういったところで現時点のものよりさらに使い勝手のいい PC がないか模索しているみたいです。さあ、ここまでカットしたってことは、何か起こるってことですよね。どうやら PC が完成して、実際に組み込まれるみたいですね。そうみたいですね。今回の PC は、前のものに比べてだいぶ平べったくなりましたね。これが吉と出るか、凶と出るかといったところも、注目ですね。さあ、ここまでカットしたってことは、どうやら、PC の出力をロムに伝達する回路を配線し終わったようで、ジャンプ命令実行時にジャンプ先を伝達する配線を始めたようです。ジャンプ命令は、一定の条件を満たした時に指定の命令を実行する命令なので、満たした際に実行する命令をロムのアドレスで指定する必要があります。これまでは、それを伝達する配線に大量のコンパレータを使って遅延をかけていましたが、第三世代はどうやら記憶回路を使ってコンパレータを省略するみたいです。なぜ大量のコンパレータを使う必要があったのですか？ジャンプ先のアドレスが必要になるのは、フラグの信号が分かってからです。つまりそれまでは、遅延をかけるなりしてタイミングを合わせる必要がありました。ですが、コンパレータを大量に設置するということは、それだけスペースを取るということ。そこで、ジャンプ先のアドレスを記憶回路に保存させるようにすることで、一度信号が来た後は記憶回路をリセットされるまでずっとアドレスを出力し続けるので、フラグの信号が送られてくるまで、保持し続けられますが、一方でサイズは大幅に減少するので小型化を実現しています。なるほど。まあ、一言で言っちゃえば、配線に工夫を施すことで小型化って感じです。はい。ところで、映像では何が作られているところですか？どうやら、レジスタの命令を伝達、処理する回路のようですね。ここもエクストラ1で同じような絵があったので、カットしちゃいますか。さあ、ここまでカットしたってことは何か起こるってことですよ。レジスタの読み出し命令の方は終わったようですが、ここからレジスタの書き込み命令の方を作るようです。その2つは、何か絵的に違うんですか？まあ、多少は。実は、レジスタの書き込み命令は、ALUで演算が終わってから必要になるので、タイミングを合わせるために遅延をかける必要があります。タイミングを合わせるために遅延をかけるというのは、先ほどの PC の方の回路とよく似ていますが、興味深いことに、PC の方では記憶回路が使われましたが、こちらのレジスタの方では普通にコンパレータを大量に使って遅延をかけるようです。それはどうしてなんでしょうか？
主に二つ理由があって、一つ目は制御が大変だということです。レジスタの方は PC と違って、高頻度で使用されるため、その分高速で動作できる必要があるため制御が大変になるそうです。二つ目は、効果が小さいことです。一つ目の理由で、実装するのが大変だと説明しましたが、実は PC の方を記憶装置化させるよりレジスタを記憶装置化させる方が、恩恵が少ないんです。それに、下手したら記憶装置化させた方が大型になってしまう可能性すらあったようで、これまで通りのコンパレータが採用されたみたいです。なるほど、そういう選択には、ちゃんと理由があったんですね。さあ、ここまでカットしたってことは何か起こるってことですよね？今は、ジャンプ命令だった時にロムの出力をキャンセルする回路を作っているみたいです。CREDJ2 から採用されたロムキャンセラー 1.0 ですね。もうすっかり使いこなしてしまったようですね。そうですね。まあ、簡単に実装できる上に、最高クロックを引き上げることが可能なので、なかなかいい回路を生み出したと思います。ちなみに、ロムキャンセラーの解説動画も公開しているので、説明欄やここから見ることができます。では、今回はここまでです。エクストラはいつまで続くんでしょう？では、ご視聴ありがとうございました。